ニック・アダムスはアーネスト・ヘミングウェイが1920年代から1930年代にかけて制作した短編小説における主人公。これらの短編小説の多くは1972年に発行されたザ・ニック・アダムズ・ストーリーズに収録された。これらの話は思春期とイニシエーションについて描かれており作品全体を見ると 一人の若者の成長期という一続きの物語となっている。ニック・アダムスというキャラクター自体はヘミングウェイが第一世界大戦下の北ミシガンで赤十字の旧ご飯として従軍した経験が元になっていたり、物語の革新とテーマはヘンリー・ワーズ・ワース・ロング・フェローのハイアワサの歌に影響されたところもある。いずれの短編小説もニックの身の回りの出来事が主となっている。 1962年にはシリーズ中の10編を再構成し、リチャード・ベーマー主演で青年として映画化されている。いずれの話も6歳5ヶ月頃の話である。いずれの話も16歳から20歳頃のニック・アダムスを描いた話である。いずれの話も第一次世界大戦に参加し、そして負傷したニックを描いている。いずれの話も福音後 PTSD を抱え、 平和な故郷に馴染めないニックを描いている。その後のニックを描いている。最後の父と子は遥か後年の作品で、ニックは父となり、かつての自分のような幼い息子を持つ身となる。ありがとうございます。